マイケル・カーター・ウィリアムズはアメリカ合衆国、マサチューセッツ州ハミルトン出身のバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。身長198センチメートル、体重94キログラム。NBA のオーランドマジックに所属している。ニックネームは MCW。2011年マサチューセッツ州のセントアンドリュース高校を卒業後。 二千十三年までシラキュース大学に在籍した。二千十三年の NBA ドラフト一巡目十一位でフィラデルフィアセブンティシクサーズに指名され NBA のプレイヤーとなった。二千十三から二千十四のルーキーシーズンは七十試合に出場し、スターターも七十試合務め、百六十七得点、四百三十七リバウンド、四百四十一アシストを記録し、 2014年5月5日、新人王を獲得した。ルーキーイヤーに平均16得点6リバウンド6アシスト以上を記録したのはオスカー・ロバートソン、マジック・ジョンソン以来3人目。2015年2月20日、フェニックス・サンズなどが絡んだ三角トレードでミルウォーキーバックスに移籍した。しかし、カーター・ウィリアムズ加入後、 それまで30勝23敗と好調だったバックスのチーム成績は大きく下降してしまい、翌2015から2016シーズンもチームを勝たせることができず、さらに同シーズンの3月に臀部の手術のためにシーズン全球が決定するなど悪戦苦闘が続いた。2016年10月17日、トニー・スネルとのトレードでシカゴブルズに放出された。そして、 ブルズ加入後も負傷に悩まされ、実力を発揮することができず、シーズン終了後に、ブルズからクオリファイングオファーを提示しないことが発表され、2017年夏に完全 FA となった。2017年7月7日、シャーロット・ホーネッツと1年270万ドルで契約した。2018年3月9日、肩の怪我により2017から18シーズンの残り、 全試合を欠場することが決まった。得点、アシスト、リバウンドすべてに長け、バランスの取れたオールラウンドプレイヤーだが、ターンオーバーの多い選手としても知られ、また2015年2月にミルフォーキーバックス加入後は、それまで好調だったチームの成績が急降下し、翌シーズンはプレーオフ出場も逃したこともあり、決して自身のプレーがチームの勝利に直結しているわけではなく、 チームを成功に導く選手ではないことが証明された。怪我が多いのも難点。その結果、2013から14シーズンの新人王だったにもかかわらず、ジャーリーマンに落ち着いた要因となっている。ありがとうございます。